2009年のダボス会議でパネリストとしてポーランドを呼び、ヨーロッパと世界のマクロ経済について自身の意見を述べているヤン・ヴィンチェント・ロストフスキ。ヤン・ヴィンチェント・ロストフスキはイギリス・ロンドン生まれ、ポーランドとイギリスの二重国籍を持つ経済学者でポーランド共和国の全財務省。マクロ経済学と金融の専門家として名を馳せており、 ヨーロッパ最高の財務省との評判を得ている。ヤン・ヴィンツェント・ロストフスキは、ロンドンの亡命ポーランド人の家庭に生まれる。父親のロマン・ロストフスキは、第二次世界大戦ではポーランド亡命政府のトマシュ・アルチシェフスキの施設秘書を務め、戦後にポーランドに戻ることはなかった。ロマン・ロストフスキは1950年代には、外務英連邦省の職員となり、ケニア、モーリシャス、 セイシェルに赴任息子のヤンはそれらの地で、子供時代のほとんどを過ごした。ロンドンのウェストミンスタースクールを卒業した後、ユニバーシティカレッジロンドンとロンドンスクールオブ、エコノミクスで学んだ。当時取得した学位は、以下の通り、キングストンポリテクニックの講師を務めた後、1988年から1995年まで、ロンドン大学スラブ東欧大学科で、 それと同時に1992年から1995年までは、ルスの経済政策センターで教弁を取る。この期間理由母手術とともに、学術し共産主義経済を主催。1980年代初頭には、ロンドンを拠点とした独立自主管理労働組合、連帯支援組織、ポーリッシュソリダリティキャンペーンに参加。 共産主義体制崩壊後の1989年から1991年にかけて行われたポーランドの経済移行期にはポーランド副首相と財務省を兼任していたレシェク・バルゼロビチの顧問。1990年、1995年にはブダペストの中央ヨーロッパ大学教授となり、1995年から2000年に かけてと2005年から2006年にかけての2度の期間は経済学部長を務める。1997年から2000年まではポーランド共和国財務省マクロ経済政策委員会の会長。シンクタンク社会経済研究所の共同創立者の一人で同研究所の財団の委員であったが、ポーランド共和国財務省となったため2007年に退職。 2002年から2004年まで、ポーランド国立銀行の経済顧問。2004年から2007年までには、ペッカオ銀行の経済顧問。2007年11月16日に、ドナルド・トゥスク政権で入閣、ポーランド共和国財務省に就任。2013年11月27日、財務省を退任。ヨーロッパ拡大、金融政策、通貨政策。 ポスト共産主義経済の分野で多くの学術論文を表している。妻と二人の子がおり、ポーランド語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語に堪能。2010年1月、世界金融危機の中財務省として、ポーランドの経済を巧みに制御していることが評価され、イギリスの新聞、フィナンシャルタイムズの金融業界始、ザ・バンカーにて2009年度、 ヨーロッパ最高の財務省に選ばれる。2010年12月にフィナンシャルタイムズ氏が行った欧州連合の財務省ランキングにおいて2位となっている。ポーランドが2011年の総選挙を睨んで急激な財政赤字削減を実行していない点が評価の低下につながったとされる。しかし、加盟各国の経済状況がかなり異なるため、加盟国すべてが一律に 急激な財政削減を今すぐに行うべきかどうかについては異論があり、このことについては財政赤字が少ないことが評価されて1位となったドイツのボルフガング・ショイブレ財務省もインタビューの中で述べており、インタビューの最後ではポーランドの経済政策のやり方についてむしろ称賛している。ヤン・ロストフスキの著作リストへのリンク、httpwww.heat.com CMS, S, S 5E, 0F, 8748から 009, F-11E, 0AA29 から 00144, FIB49RHTML。ありがとうございます。